こんばんは、平山茂です。本日は3月18日木曜日の夜でございますね。今日はですね、いつもとちょっと変わった形でお送りしたいと思います。これは何をしてるかって、目薬を差してるんですね。わかりにくいですね。遠いですね。思ったより刺激がなかったみたいですね。こんなはずではなかったんですがね。まあいいでしょう。しかしお花が綺麗ですね。全然来ないよ。くーって来ないわ。来ると思ってる。皆さん大丈夫ですよ。大丈夫です。見てください、このお花、そして空。大丈夫。大丈夫。そしてこの男、そして虫。もうこれは大丈夫です。大丈夫ですね。皆さん、明日もいい一日を過ごしていこうじゃありませんか。本日もご視聴ありがとうございました。平山茂でございました。それではまた明日お会いしましょう。